お世話になっております、マサルです。前回は TCP ヘッダのフォーマットについて一緒に勉強しました。たくさんフィールドがあったのでなかなか大変でしたよね。ただご安心ください、今回の UDP ヘッダのフォーマットはかなりシンプルな構成になっていてフィールド数も少ないです。 UDP を見習ってこの動画もシンプルにお伝えしていきます。それでは早速始めていきましょう。まずは UDP ヘッダのフォーマット全体像をご覧ください。はい、かなりシンプルですよね。さすが UDP です。効率的に通信をするためにシンプルな構成になっています。ちょっと TCP と比べてみたいと思います。このように並べて比べてみるとかなり UDP の方がシンプルであることがわかると思います。そしてよく見てみるとパケット帳以外のフィールドは全て TCP で勉強したフィールドと同じフィールドになっています。なので TCP のフィールドが分かれば UDP のフィールドは比較的簡単に理解することができると思います。それでは今回も一つずつフィールドを見ていきます。まずは送信元ポート番号と宛先ポート番号から始めていきましょう。ポート番号は16ビットで構成されています。ポート番号とはアプリケーションを指定する番号でしたね。コンピュータは内部で様々なアプリケーションが動いているのでどのアプリケーションに受信したデータを渡すのか、それは宛先ポート番号の情報を見て判断します。 UDP の場合は送信元ポート番号に関して TCP と少しだけ違いがあります。それは送信元ポート番号がオプションになっているということです。返事を必要としないような通信の場合は送信元ポート番号を全てゼロにして通信することもできます。送信元ポート番号に情報を入れるかどうかはオプションということです。次、パケット帳見ていきましょう。パケット帳は16ビットで構成されています。 UDP ヘッダと UDP のペイロードの長さを足した値がここに入ります。単位はバイトで入っています。このパケット帳というフィールドは TCP のフォーマットにはない UDP のフォーマットにだけあるフィールドです。チェックサムはヘッダとデータが壊れていないかを確認するためのデータです。ちなみにこのチェックサムは TCP も UDP も両方存在していることを覚えておきましょう。よく UDP にはチェックサムがないみたいな引っ掛け問題が出るので UDP にもチェックサムがあることは強く意識しておきましょう。 UDP はこの4つのフィールドしかありません。ここまでで UDP ヘッダはおしまいです。 UDP ヘッダの後ろには UDP のペイロードがつきます。ペイロードはデータ本体のことです。 UDP は TCP のような配送制御を行わないのでとてもシンプルなヘッダの情報になっています。ポート番号の情報とあとはヘッダとデータが壊れてないかを確認するための情報、これだけです。とてもシンプルですよね。それでは最後に今回の学習内容をまとめていきましょう。今回は UDP のヘッダフォーマットについて一緒に勉強しました。まずはポート番号です。ポート番号はアプリケーションを指定するための番号です。ポート番号は送信元ポート番号、宛先ポート番号、各16ビットで構成されています。送信元ポート番号に関してはオプションですというお話をしました。次はパケット帳です。パケット帳も16ビットで構成されていて UDP ヘッダと UDP のペイロード合わせた値が入っています。このパケット帳は TCP にはないフィールドです。次はチェックサムです。チェックサムはヘッダとデータが壊れていないかを確認するためのデータです。 UDP にもチェックサムのフィールドがあることは覚えておいてください。ヘッダの後にはデータがついてきます。データはペイロードと言われることもあります。ペイロードはデータ本体のことということです。 UDP のヘッダフォーマットはかなりシンプルにできています。はい、それでは今回は UDP のヘッダフォーマットを一緒に勉強してみました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画が参考になれば高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。